さっき立花さんが、はい、ガーシーさんが怖いっていうのを言ってたのは、ガーシーは怖いよね。え、それすごい意外で、うん、めちゃめちゃ近い距離でタイアップされてるじゃないですか、うん、だからなんか握られてんのかなみたいな、ね、ガーシーにはどうなんやろうね。でもお金も女の子も何も握られてないんだけど、うんうん、そうじゃなくてガーシーすぐ切れるから、あ、じゃあ俺沸点が分からへん。ガーシーのためにやったことで怒られることがあるから、逆にでもその俺の感じる怖さっていうか、そういう意味で俺ガーシー以外に怖いと思ったことはある意味ないから、うん、でも俺ガーシーさんあって思ったのが、うん、めっちゃエネルギッシュじゃないですか、うん、これすげえなと思ったんですよ、うん、僕今まで会った中ではこの人になんかバイタリティ勝てねえなと思ったのが、うん、ヒカルさんなんですよ、まず。もう一人、この間初めて思ったのはガーシーさんなんですよ。それだから優しさがあるから、ね、それはね、一旦存続を見てる人は強いと思う。なるほどね、確かにそういうことですよね。ガーシーのお母さんとこの間の妹さんだって、俺その話もしたらあかんと思ってたの。だってさ、何を言って怒るか分からへんから。あ、だから俺が行くと写真を撮ったりとか YouTube をネタにするとか思ってたみたいに、いや、そんな全くなくて、ただ当選証書を渡せばうちの母が喜んでたからお母さんも喜びはるかなと思って俺結構隠密に行ったのよ。そうするとガーシーがその後田島さんごとお母さんと妹だってってやってたから、あ、これは言ってもいいわ、これは大丈夫だったんだって、うん、でお母さんは本当にやっぱりガーシーのこと心配してたし、確認されないですね、ガーシーさんにこういうこと言いますよって。いや、あ、それはもう誰に対してもしないんで。なるほど、個別なんか、だから心地よい。別にガーシー怖いっていうか、だからもちろん俺にないものいっぱい持ってるから、うん、だから、うん、綾野剛君との電話の40秒聞いただけで震えた、うん、俺ね、さっきガーシーと電話して、そう、綾野剛君との電話全部送りましょうかって言われたんやけど、うん、もう送ってって言ったんやけど、これ聞いたら怖いなと思ってる、うん、むしろ、うん、